はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今日は、第3のビールの冬麒麟です。なんか1年前にもあった気がするってか飲んだ気がするんだけどね。まあいいや、2013年バージョンということで、こちら限定、冬季限定、アルコール度数 5%、マイルドテイストと書いてあります。うん、今日のつまみは、おつまみのナトリ、有名なね、それのプルーン。これうまいんですよ。これ大好きなんですけど、プルーン。ね、じゃあ飲んでいきたいと思います。先ほどですね、まあ、関係ないんですけど、レンタル。ツタヤの、カードの更新があって、それで、1個無料だったから、レンタルで借りてきたんですが、まあ、例によって0度ごとく。ゲームセンター CX のですね、ボリューム何だったっけな ?17 ぐらいだったかなの、ロックマン3の回を見てきました。それで乾杯。先ほど見てたんですが、うん。でも、ロックマン3は割とニュルっぽかったですよね。うん。だいぶ難易度落ちたなと。やっぱ、ロックマン2と1が難易度が、ね。かなり高かった。んじゃないかな。特に、2が難易度高かったんじゃない?多分。うん。見た感じだと。どうだろうな。まあ俺どっちもやったことはないんですけど。うん。うん。まあ。まあエロ DVD を借りようか、どっちしようか迷ったんですけどね。うん。18禁コーナーに入ろうかなと思ったんですが。うん。この冬麒麟は、まあ、マイルド。うん。まあ、うん。うん、マイルド。ですかね。うん。若干ちょっと変わった味わいの。第3のビールになってますけど。ちょっと香りがなんか、香りなのか味なのかちょっとわかんないんですけど。うん。これはこれでちょっと独特な、香りのある味わいになってますね。そしてこのプルーンがうまい。これプレーンではなくプルーンです。たまに間違うんですけど、プレーンっていうのは、この、あれじゃなくてプルーンですね。うん。プレーンって言うと、ほら、なんだ。なんか、プレーン味みたいな。何であるかな?ほら、特に味のない、無味のことプレーンとかって言いません?ね。うん。うん。美味しいですね。うん。で、プルーンはかなり、食物繊維が豊富だと、
いうことがこの裏の方に書いてありますが。なんとびっくりすることに、バナナの、14倍の、ね、食物繊維が入っている。この一袋で、まあ、7.2g の食物繊維が取れると。相当すごいですね。はあ。同じグラムで言うと、バナナが 0.6g しか取れないのに対し、プルーンは 7.2g で取れる。すごいですね。てか、バナナってそんな取れなかったんだっていう。ね、感じがするんですが。プルーン美味しいですよね。うん。俺これ大好きなんですけど。うん。特にこのナトリ。おつまみのナトリ。うん。ナトリでググります。そうすると、出てくるサイトが、ああ、これか。あの、おつまみのナトリ。として有名なんですが、こちら有名なのはね、やっぱり、これですね。一度は食べていただきたいシリーズ。これ有名ですけど、一度も食べたことがないんですけど、高いから。ね。うん。一度も食べたことがない。けど、一度は食べていただきたいらしいんですが。うん。でも、基本的に、つまみシリーズだとかなり、有名なんではないでしょうか。ね。本当一度は食べてみたいですね。あれ、300-400円ぐらいするよね。一度は食べていただきたいシリーズ。うん。あまりにも高すぎるので。まあでも、あと有名なのはこの本当。ね、このジャストパックシリーズ。ね。これ有名ですけど。まあ100円以下で買えますから。ね。うまい。ああ、うまいな。地味にこの冬キリンもなかなか案外美味しいぞ。コクはないような気はするんだけど、なんか微妙にコクある気がするんだよな。なんだろう。で、全く関係ないですけど、今日、小島電機で、昔のパソコンを売ってきまして、値段が440円だそうです。ハードオフで売った方が良かったかな。まあね、どうやらね、データとかを全部消してくれるらしいんで、うん。あんまり、自分でデータ消そうと思ったんですけど、なんか全然消せなくてね。もう諦めたんですよ。ハードオフでも消してくれるらしいです。まあ、店舗によりけり、かな?ハードオフはね。俺の近くの店舗は消してくれるっていう話なんですけど。うん。まあね、うん。
はあ、株主優待券。株主優待のおつまみセットが届きました。名取。はあ。100株以上、1000株未満だと、2000円相当の株主の優待のおつまみセットが届くと。1000株以上持ってると、3000円相当の株主優待が受けられると。てか、100株も持ってるとかさ、1株いくらなのか、一般的に俺よくわかんないんだけど、相当な金持ちじゃないか。1株でも俺、所持していたいぐらいなんだけど。株っていくらすんだろうね。一株50万ぐらいするとか噂があるんだけど。それを100株以上持ってるっていうことは、この人は。恐ろしい。株いくらすんのこれ。一株ぐらいどっか持っていたいね。関係ないけど。値段でググりましょう。株っていくらするんだろう。見方がわかんないな。株価は一株あたりの値段です。ああ、そういうことか。一株100円でも、売買するときに、何株以上買わないとダメみたいなのがあって、つまり一株100円だったとしても、ね、1000株買わないとダメっていうのであれば、結局のところ、最低でも10万円かかると。はあ、株価っていうのは、一株あたりの値段で、単元千株。つまり単位ですね。買わなきゃいけない、最低買わなきゃいけない単位。単元千株。つまり1000株買わないとダメ。っていうことになるんですかね。はあ、ははあ、で、ググってみたところによると。あ、一株あたり結構安いですね。5000円とかで買えますよ。1000円とか2000円ぐらいで。買えるっぽいですね。高いやつだと、オリエンタルランド。15,410円。一株あたり高いのだと、あと、35,000円とか、になってますが、結果として、単元の株価格が、安いものでも、まあ、100万はくだらないですね。どうやら。
高いんだと、500万とか。高いなぁ。ああ、だからか。一株あたり500円ぐらいでも、結果として、なるほどね。結果として株を持つためには、50万以上は必要ってことか。それじゃ無理だな。これは無理だね。最低でも50万か。高すぎるな。そういうことか。だから1000株持ってて、普通にあれなんだね。株主優待受けられるってことは。だってね、最初から1000株買わなきゃいけないっていうものだったら、ね、そういうことですよね。いや、50万か、のやつ買って、ね、1年に3000円分とか言われても、全然嬉しくねえだ。この人アホじゃないのか。株主優待。なんかアホらしくなるよね。まあ、結局のところ金持ちの、まあ、道楽というか、ね、株の、なんか、ね、話になるけど。なんか結構あれですね。なんか株主優待のうまい、ね。うまいランキングみたいなの書いてありますけど。高配当ランキング。え、何これ？え？株 2.5 万円？あら。ちょっと待った。これ関係ねえのか。大道ドリンク。
10万円以下で買えるおすすめの株優待、株主優待。株主優待をもらうためにたくさんのお金が必要ではないか。全体の 30% 弱の株を10万円以下で買うことができます。スターバックス。ビッグカメラ。有名ですけど。株価が 4.1 万。4.1 万か、株価。あ、これすごいですね。先ほど100株とか買わなきゃいけないとか抜かしましたけども、どうやらこのビッグカメラは、たったの1株で OK。単元株数が1株だから。つまり1株持ってれば OK ってことですね。それが1株が46,300円。で、1株あたりの配当が1000円。待遇回数が、優待回数が年2回。うまいですね。株主優待券の内容紹介。株主お買い物券が2月の株主。一株持ってれば2000円分。すごいね。たった5万ぐらいで買えるの？そら俺でも買えるじゃん。マジか。マジでか。5万未満で買える。すごい。やっぱりさ、安いのがいいよね。うん。一株あたり。というか単元あたり。単元っていうのはさっき言った通り、最低買わなきゃいけないの合計の金ですね。これすげえんだけど。6000円で買える株があるだと。バカな。6180円、単元株数が1株。これすげえ。たった6000円で1株買えるんだけど。まあ、これ携帯電話のあれだから、俺はいらないけど。すごいですね。たった6000円で買えるの。あ、でも結構安いですね。まあ言うてもそりゃそうですよ。だって、簡単に言っちゃえば、さっき話した通り、一株あたり、まあ俺が安いって言っても6000円とかで言ってるんですよ。実際それ高いんですから。なぜならば、単元が安いだけであって、一株あたり、一株から買えるっていうのは当然高いわけです。先ほど言った100株とか最低でも買わなきゃいけないのは一株500円とかです。もう桁が違うわけですよね。
さっき言ってた、最低でも50万円必要だとかって言ってたのは、それもそのはず。50万円だけど、株の数、どれだけ買えるかっていうのは、買わなきゃいけない。最低の数が多い。から、そんだけの、ね、値段になってるわけで。だが、しかし、実際のことを考えてみれば、一株当たりはむちゃくちゃ安いと。500円で買えると。一株当たり500円だけど、まあ、最低でも100株所有というか、買わなきゃいけないですよっていうことですよね。だから50万とかって言ってるわけでしょ。でもこれはその逆で、一株でも買えるんだけど、だがしかし、ね、一株あたり、まあ、5000円すると。さっきの10倍です。うん。10倍するわけです。ね。なるほどね、と。なるほど。ちょっとなんか興味出てきたね。ちょっと株に興味が出てきたね。主に株主優待の件で。まあ、当然超有名な会社は、最低のこの、単元が多い。100株買わないとダメ。っていうことなんでしょうけど。うん。でもこうして見るとよくよく考えるとほら、有名なんだったらビッグカメラじゃね？もうこれ買った方がいいんじゃないの？ビッグカメラ。お買い物券過去年間3000円分が年2回株主優待としてもらえる。恐ろしいですね、これね。ぶっちゃけた話。これすごくねえか。1年で3000円分でしょ？ちょっと待って。1年で3000分。1年で3000分もらえるわけだ。しかも、たった46,300円です。値段、株の値段。しかも1株から買える。ということは、最低でも46,300円あれば買えると。ということは、まあいいわ。うん。はあ。すごいですね。で、主に買えるのが電化製品ですから、ということを考えれば、電化製品はかなり買う回数がやっぱ多いわけだから。はあ。これは嬉しいですね。はい。そして、小島電機。こちら。株価が277円とバカ安なのですが、最低でも100株所有してないと、というか、100株からしか買えないということで、100株ですから。あれ？あれ？よく考えてみると100株でもあれじゃないか。一株当たり277円ってことは27,700円で買える。がしかし、お買い物券が500円分が1年に月1回らしいです。いらないですね。これはいらないな。
はぁ、じゃあ、山田電機、有名なんだとね。うん。一株あたりが265円。だがしかし100株なので、26,500 円。うん。1年につき、1回525円分の、割引券がもらえると。うん。あれ？ああ、そういうことか。なるほどね。これダメだな、これ。じゃあ、ゲオ。はい、ゲオですが。ん？株価が936円。で、だから、9万100株持ってなきゃダメだから、9万3600円か。レンタル料金が 50% 割引券が、1年に2回もらえると。いらんな、こんなもん。こんなもんいらんわ。バカバカしくなってくるな、なんか。うわぁ。これだったらあれだわ。普通におつまみのナトリとかそういうつまみ系のなんか、食べ物系の方がなんか、得した気するわ。ねえ。なんかバカバカしくないですか？吉野家。お！吉野家が有名ですけど。あ、高いですね。株価が一株あたり1128円。で、100株買わなきゃダメだから、11万。高いな。だがしかし、吉野家で使えるサービス券3000円分が年に2回もらえる。ほう。え？ああ。まあそういうことですね。100株所有してれば、1年に6000円分もらえるってことは、結構美味しいは美味しいですね。しかも吉野家だからまあ、割とどこでもあって食べれるみたいな。ね。感じですけど。まあ、でもそんなもんか。もうちょっとうまいのないかな、うまいの。主に飲食店業界で。うまいのはないのかな。やっぱりさ、食えるもんがいいよね。なんかほら、食えるもんがやっぱ一番いいんじゃない？個人的に思うと。俺個人の考えだと。なんか食えるもんがやっぱ一番、なんか、食ってこう、ねえ、ああ、使ったわ、みたいな感じになるよね。うん、まあ俺の個人の感覚ですけど。だから、なんかほらね。うん。
だから、まあでも、物に変えてもらっても、まあ、それをぶっ払って、ハードオフとかで売っ払って金にするっていう方法もあるからな。まあ、現金を手に入れるとしたら、確かに物の方が、電化製品とか、の方がいいはいいのか。うん、難しいですね。うん。もうキャンドゥとかあるね。100円ショップ。100円ショップです。はい。キャンドゥ、有名ですけど。まあ、俺の近くにはないです。俺が一番やっぱ100均で使ってるのはダイソーですね。はい、こちら。1株は1679円。で、100株所有しなきゃいけないので、買わなきゃいけないので、16万。高いな。バカみたいに高いな。16万7900円。で、優待が、優待券2100円分が年2回だから4200円分。ですね。大したことね。大したことないですね。てか高い。大体。もうカーブの、いわゆる必要金額がもう、少ないやつがいいよね。少ないやつ。もう3万ぐらいで買えたりするやつ。2、3万で買えるレベル。がいいよね。あ、すごいのある。うわぁ。うわぁ。これダメだ、これ。これダメだわ。ゲーム業界とかだと、この金券をもらっても自社製品しか買えないっていうパターンはあるので、ゲームとかね。そうした意味ねえだろ。ねえ。全く意味ないでしょ。それがクソゲーだったらお前何の意味もないからね。その自社製品とか言われてもさ、その自社製品がクソゲー、ねえ。なら意味ないでしょ。さすがに。それじゃあいらんわって。なるからね。ちょっとまともなやつない。ね。もうちょっとまともなやつ欲しいですね。ほら、結構自社製品とかが多いからさ。自社製品とか言われてもな。さすがにね、それだったらほら、結局のところ、小島電機とかさ、そういう電気とか、全部の全商品を買えるみたいなの方が絶対いいですよね。ああ。ね。で、ぶっちゃけた話、さらに言うと、株主優待がないっていうところもありますからね。何にもやる意味も何にもないっていう。もうバカかと。ね。としか言えない。ね。うん、高いなぁ。優待内容がなしっていうの何の意味があるの？さすがに意味はわからない。なんか、何の意味があるのこれ。
ドクター C ラボ。もうたっけ。これ結局のところ、株主優待ってことはほら、いかに株を持ってれば、株 100% 所有すればもう、いや違う。51% 所有すればもう、社長になれるんですからね。簡単に言えばね。ね、一番所有してる、あれが多ければ、多い人は、ね、社長になれるわけですか。つまるところはどういうことかというと、金さえあれば社長になれるってことですね。どんな人間でも。それがすごいところです。俺だって、例えば、ね、そこら辺で、ね、まあ、1億円当たったとしましょう。まあ、1億円で買えるかどうか知らんけど。ね。そんでもう、株買いまくって、即あれですよ。ね。社長になれる。すごくね。ダメだね。なんか。まあ、でもいろいろちょっと考え、はあ、なるほどね。ちょっと難しい話ですけど、ああ、なるほどね、と。ちょっといろいろ考えてみると面白いかもしれないですね。ここら辺は。え ?2 万円とかもあるんだけど、すごくね?花店。中古車。これすげえぞ。100株だから。あれ?違うな。2万円じゃないの。なんだよ。花店での中古車購入割引。ああ、そういう系か。配当。すごいな、これ。100% 超えてるぞ。はぁ。まあ、でも中古車購入される方に3万円割引。愛車を売却される方に2万円相当のギフト券。自社整備工場での車検のお申し込みの場合3000円割引。ねそんなパンポンポン買えるもんじゃねえからな、中古車とか。ねえ、すげえのがある。配当が 574%。は?恐ろしいのがあるぞ。株価266円。最低でも100株買わなきゃいけないから、26,600 円で買える。え ?26,600 円で買えるのに対し、株主優待が、有料老人ホームの入居一時金または入園金の割引が、入居または入園金10万円割引。括弧、年2回。つまり20万円割引ける。は?は?これおかしいな、これな。完全に赤字だぞ、これ。だって株、26,600 円で買えるんです
そんで、年2回、20万円もらえるみたいなもんですよ。年2回。20万円。ポンポーンって。なんだこれ。なんだこれ。ロングライフホールディング。はぁ、なんだこれこれ。恐ろしいな、これ。大丈夫か、これ。株主優待だけで潰れるとかないよな、俺な。やっぱ一番いいのはさ、食べれるもので、自社製品をこう、さっき言ったナトリみたいに、このナトリみたいに、送ってくれるやつが一番個人的にうまい気はするんだけど、なかなかそういうのはないですね。なかなかないですな。やっぱり、食品系ではなかなか難しいんでしょうかね。間違えた。やっぱ難しいのかな。ロングライフホールディングス、恐ろしいな。マジで。はぁ、あ。ダンロップ、スポーツ。こういうスポーツ用品とか、まあ、目に見える形のもの、だからね。でも、あんまりいらないな、これ。だから、物理的にその、ものがもらえるもの。だったら、物がもらえるもので、それを売っ払えば、まあ、金になるわけですからね。だからさっき言ったみたいに、なんだ。老人ホームに入るための値段の割引とか、もうそれは目に見えないものですから。やっぱり目に見えるものとしてもらえるのがいいですよね。食べ物とか。食べ物だったらすぐ消費できますから。ね。食べ物じゃなかったとしても、売っ払えば。まあ、でも結局そうなると、売っ払うってことはですよ。当然、定価がその商品が1万円だったとしても、売っ払ったら100円ぐらいになるわけです。ぶっちゃけた話、それぐらいの、ね。多分 1% ぐらいの、買った時と比べると、ね。ものすごいほら。だから、1万円分相当の自社製品をもらったとしてもですよ。多分100円ぐらいにしかならん。100円、まあ、1000円。よくて1000円ぐらいか。ね、だって俺のさっき言ったけど、パソコンなんて、あれ10万ぐらいで買ったやつが440円ですからね。10万で440円ってことは、1% 未満ですね。1% どころか 0.5% ぐらいか。ね、10万で買ったパソコンが、ね、440円ですかね。そう考えると、やっぱり物理的に物をもらう。
よか、違う。物をもらうのはいいんだけど、そういうパソコンとか電化製品とか、そういったものをもらって、売却するためにもらう。っていうよりも、やはり使うものをもらう、もしくは食べるものをもらう方が絶対的にいいわけです。で、なおかつ、使うものをもらうとすると、まあ、電化製品とかですか？使うとしてもです。絶対いずれかは、なんかほら、ね。いずれかほら、やっぱり売らなきゃなんない。最終的にね、古くなって捨てちゃわなきゃならない。だから売らなきゃならなくなるわけです。だがしかし食品だったら、そんなことは一切ないわけでしょ。まあ、うん。まあ基本的にすぐ食べれますから。うん。残ることはほぼないです。ということを考えるとやっぱ一番いいのはやっぱ食品系じゃないかなとは俺は思うんですけどね。ね、家電製品とかなんてほら、やっぱり、うん、まあもしくはさっき言った通り小島電機とかそういった電気関係の店の、優待券をもらう。だからそれだったらそのところの何でもいいから商品を選んで買えるわけですから。ねえ。それはそれでいいですよね。うん。うん、なるほどね。うん。だから目に見えないものをもらうより、やっぱり目に見えるものをもらった方が絶対的にいいわけで。うん。まあそれによって、まあそれもあれですけどね。まあ時と場合によりますけど。例えるならば、あれですよ。俺プレミアム会員ですけども。ニコニコ動画のね。プレミアム会員、1ヶ月に525円払ってるわけですから、まあ1年で、6000円ぐらい払ってるわけです。それの、優待券みたいなので、もう、1年無料とか、ね。そういうのもらえるんだったらめちゃくちゃ嬉しいわけですよ。ああ。ね。だからそういう意味で、てかニコニコ動画のやつはないの。仕方ね、ニコニコ動画のあれ、安かったら買ってやるか、株。株買ってやんよ。仕方ねえな。っていう時には、ちょっとググりますか。株主優待。で、ググると。優待券。ないんかい。え、もしかしてないの？優待ないの？社名ニコニコ。2万5でググるとないんかい。もうないんかい。ないの？ニコニコ動画って。ニコニコ動画ってあれだよな。あ、結構いろいろサイトあるわ。ダイエー。買い物が 5% 引きになる優待カードがもらえます。うん。大道ドリンク。株主優待の満足度が高い銘柄といえば大道。雑誌などの、株主優待ランキングでは大抵トップ3に入る。ほう、3000円相当の商品が年2回届きます。これうまいな。これいくらですか？大豆ドリンク。ないんかい。こういうジュースとかさ。もらうと嬉しいですよね。まあ、でもジュース。ジュースもらっても大して嬉しくねえか。イオンとかありますね。うん。マクドナルド。
もうマクドナルドも終わりか。年2回食事優待券が届きます。このマクドナルド優待券は、ヤフオクで売ると1冊約3100円になります。もう売ること前提になってる、これ。売ること前提になってるわ。カゴメとかね。全商。全商はすき家とかなか卯とか、そっち系のやつですね。オリエンタルランド。まあこれディズニーランド大好きな人間には、もうなくてはならないんじゃないですかね。日清食品。明治。伊藤ハム。ああ、結構ありますね。なんか、言っていくけど。もうなんか、動画、酒動画なのに全く関係ないこと言ってるけど。大丈夫かな？ まあ、いいか。ニコニコ動画のが全くないっぽいですね。どうやら。あららーって感じですけどね。じゃあちょっと大道ドリンクでぶりましょうか。さっき。大道の。大道。大道ドリンク。こちらがですね、うわ、さっきー、株価、1株当たり4120円。で、最低でも100株買わないとダメ。ということは42万。違う、41万。高いな。まあ、ですが、まあ、1年に2回、3000円相当の、まあ、物が送られてくると。カゴメ。カゴメです。トマトとかのね、有名なカゴメ飲料ですけども、こちらが、これはまあ、さっきの比べて、1株当たり1684円。で、最低でも100株だから、168,400円。待遇回数2回。年2回、1000円相当の商品が送られてくると。なるほどね。まあ、カゴメは本当になんか、ね、いいはいいけど、ここで豆知識。あまり知りたくなかった豆知識を俺が教えましょう。カゴメのトマトジュースとか有名なね、トマトジュースとかいろいろありますけども、実はトマトジュース、ね、缶のやつで売ってますけど、あれ、残念ながら、ね、ほとんど栄養価はありません。というのも、あれはね、煮沸とかで、だいぶ加熱処理がされてるので、ビタミンとかだいぶもう、飛んじゃうわけですね。ね。だからほとんど、栄養価はないと、いうことです。いうことですが、やっぱビールとかいいな、俺ね。ビール。キリンホールディングス。うわ、たっけー！恐ろしく高いな、キリン、やっぱり。株価が、1株当たり1425円。で、最低でも1000株買わないといけない。142万5千円です。これはない。そして、朝日。
朝日も高くない。あら。あら、キリンに比べて全然安い。まあ、安いってほど安くもないんですけどもね。ああ、でもダメだな、これ。だから最低でも27万6千いる。んで、1年に1000円相当の商品が送られてくると。いらないです。いらないですね。まあでもこのサイト面白いですね。結構いろいろと。ちなみに俺 SBI 証券の、なんだ。口座持ってるんですよね。なんでか知らんけど。それは俺なんで持ってんだろうな。なんか知らんけど、なんか、あれなんだよね。口座開いたんだよね。なんか株に一回興味持って、わーわーってやって、口座開いたはいいんだけど、別に、よくよく考えたら、どうということはなかったっていう感じで、全くもって、使ってないっていう口座があるんです。証券会社のね。一体何だったのか。本当に一体何だったのかわからない。ですね。これは結構面白いですね。見ていくと。スターバックス。またっけ。高いです。まあでもちょっとね、俺の中だと株っていうのはものすごく高いという、まあ50万円とか、ね、ないとダメだ。っていうことでもないみたいですね。どうやら、最低だと2万とか、2、3万で買えちゃう株もあると。いうのが知れただけでもだいぶ、個人的には大きかったかなと。まあ、知識は、ね。まあ、知識はないことに、あれないですか。知識はあったに越したことないですからね。ということで、冬麒麟、こちら四つ星でございます。それでご視聴ありがとうございました。